こんにちは。手で芸をするコミーです。手芸の合間にポケモン GO。 はい、こちらから動画を流していますが、これを撮るためじゃなく、まだ図鑑が埋まっていないものが出現しているというのを知り、朝っぱらから家を出ました。これです。これ強いとか弱いとかじゃなく、持ってないので欲しいはい、ちょっとね、雨が降り始めている。ポツポツという感じでしたね。そう、だんだんね、埋まってきているんだけど、ないものが少なくなって、まだ取れてないものが少なくなってきていて、でもちろんそういうものはすごく出現しないもの、していないものなので、はい、大変ですそして今日ね、その家の近くに何が今出ているのかって見たら、なんと、はい、これがいたんですよ。話題になっていますね。はい、はてな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 ちょうどね、フィールドリサーチのところにメタモンを捕まえるみたいなミッションがあったんです。で、これはてなはてなはてなね、最近時々見るんですよ。近所に出ているポケモン、近くにいるポケモンの中で、だから捕まえられると思ってそのミッション取っておいたんですよ。ね、だから2つ、はい、これでクリアですね。2つということで、こんな画面が出ました。で、なんかこういう朝の時間帯もレイドバトルってやってるんですよね。家でチェックすると、そうやっていて、こんな時間に誰がやるんだろうって思ったけど、私がやるとりあえず朝のうちにやっちまおうと思って。でね、昨日教えてもらったサイトで、こう卵の色で、これっていうキャラはわからないけど、この中からみたいな感じの、なんとなくならわかるっていう教えてもらって、で、持ってないものもあったんです。これはね、この間出たから持ってるんだけど、持ってないピンクのね、卵、レベルが低いやつ、持ってないキャラもいたから、よしと思って行ったんですよ、朝からだけどこれだった。で、もう一箇所近くに、あと何分かしたら始まるっていうレイド、ピンクのもあったんですけど、そっちが私が持ってないやつだったんですよね、残念ながら。うん、まあでも1回しかできないので、とりあえずミッションをクリアするための1回だから、とりあえずいいんです、1回今日やれればね。そう、でもこう1人で戦うにはちょっと大変だった感はなくはないです。もうちょいだって思った時に、最初の6人はダメになってしまって、やばいのかな、今回はいけないのかなと思ったら、すごいギリギリで、はい、やっつけました。はい、よかったということで、まあこれはね、持ってるから取れなくてもいいやと思ったんだけど、一応ね、最近いっぱい集まってきた金釣りを使って、そう、朝なんだけど、ちょっと人が来たりとかして、ちょっと移動したりしながらやってたら、こんなことに時間かかってしまった、うん、そう、もしかして初の逃すパターンかと思ったけど、取れました。はい、明日はね、雨が結構強そうなので、どうかとは思いますが、とりあえずできました。
お疲れ様でした。